はい、クラチャンネルです。今日は八坂ダム、厳しい状況だというんですが、釣れるのでしょうか。噴水だ。ビービー痛いで釣ってあげようじゃないか。ギリ以外でも釣れるんだよっていう、トミさんもゲージだけじゃないんだよっていうところ。もう暑いな。うん。正直勘弁してほしいね。うん、でもあれなんでしょう、断秋？断秋って言葉があるの？なんか書いてあったよ、断秋断冬なんだって。そう、うん、あ、こんだけ地球温暖化が進んだら断冬っぽい。断夏とかいいだそう。断夏猛暑でいいんじゃないの？浮き止めチューブみたいなあれを前後につけるとスプリットの長さが自由に設定できる。後から動かんの？動かないはず。全然流れがないな。ふん。一元として釣れるよ。おりゃ。遠投って言ったじゃん。ふふ。軽いんだ。あんなん。釣れてる。そこネット目の前にあるけ、自分でやって。俺が言うた通りじゃん。大きいん？そんなでもないね。ものすごい下、ものすごい下行く。アリだ、アリだ、アリだよ、アリだよ。お、アーバレージ。飲んでない、飲んでないよ、すごい。飲んでないことがすごいのか。うん、うん、結局、ああ、離れてるね。ナイスフィッシュでーす。大輔さん釣りましたよ。見える？見えるかね？こっちも見える。なんていうワーモナ？名前？名前は後ほど。バス君を返してからね。ほら。いい魚だ。飲んでなかったよ、みんな。よかった。フックも大輔さんフックだよ。いい。ほい。マイティストレート 4.31A。あ、優しいね。カタカナで書いてある。はい。大輔さん優しい。ギリカタカナで書いてないからね。優しい。ライトミミズカラー釣れました。おめでとうございます。ありがとうございます。お、怖っ。飛ぶ。飛ぶの？飛ばないの？飛ぶの？やめて。深いね。もうそういう釣り。ネットないです。ちっちゃい、抜けるんじゃないですか。いや、これ抜く、抜くのやだ。ちっちゃ、え、この子なの？
そんな釣りじゃないと釣れないの。サイズダウン。釣れるね、そのまま。釣れる。マイティストレートだったかい。なんかそんな。微妙に熱いし、うん、釣れねえし、面白くねえし。日本の。目障り。いや、できるよ、そんな釣りも。いや、できるんよ。できないとは言ってる。ただ、好きじゃないって分かってるよ。うん、できないことは言ってないですよ。性格も繊細だし、ピュアだから。そういう釣りもできますよ。ただな、やってもあのサイズなんだろうなと思うとな。もっと泣いちゃうんだよね。あ、当たった。え？食ったやろ。食った？おり。もう、だけ嫌いなんよ。こういう時俺釣れんよね。もう気持ちが萎えた。萎えた。あら、やばい。やる気ゼロじゃん。これはやばい。やる気スイッチ、僕のはどこにあるんだろう。教えて、どこか。よう覚えとる。やめてもらっていいですか。あ、ごめんなさい、動画見てて気づきました。ちょっと待って、今いいところです、いいところです。やめてもらっていいですか。ね、釣りの YouTube で動画上げてる人なんですよ。はい。声が僕の声なんですけど。クラチャンネルさんですか。あ、すいません、気づきませんで、ね、お久しぶりです。カットやけんね、これ。これカット。ヨッケ釣れてますか今日は。すいません。何本ぐらい。俺ゼロよ。釣れろ。事故って10本ぐらい釣れました。すごいじゃん。すごい。14m です。14m。あ、やっぱり、あ、やばい。あ、これこれ、これちょっと動画見てて気づきませんでした。大きい。いや、事故ってやっぱ30cm。あ、じゃあ、あって、あってんだよ。合ってんだね。ダウンショットじゃないですよ。多分キャロスだけど。合ってんね。合ってんだね。もういいや。もう当たってんじゃんそれ。キャロ組めはいいじゃない。嫌だ。そもそもこういう釣り俺好きじゃないんだよ。今にはこっち。浅い。お、よっしゃ。あれ？あ、このサイズなの。いいじゃないですか。あ、ダブルヒット。あ、いいじゃないですか。めっちゃ軽い。めっちゃ上に来てる。めっちゃ上に来てる。いや、え、これ釣れてないね。釣れてないね。あ、釣れてた。イエーイ、俺の方が大きい。釣れた。バレろ。50。これでクラチャンネルに並んだ。
10本以上釣っとんじゃろ。でも絶対にオズの方が釣りやすかった。ああ、ほんと。これでいいんだったらですよ。むしろここでこれ、こんなに頑張ってこれかいって感じですか。ありがとうね。釣れるな、このバッチが。はい。ん？釣れた？20センチ？20センチだ。いやー。